はい、おはようございます。ポケスリー150日目。今回はあんまりカビゴン育たなかったんですよね。はい。ぐっすり。これは今後毎週の恒例になるのか。はい、誰かお腹の上に来てね。カラカラ。ニューか。私今ガチ寝起きです。はい、それと。カラカラですね。泣きながら眠っている姿が発見されているよ。死に別れた母親を夢に見て、しくしく死んで、しくしく泣いているのかもしれないね。はい、それでは特に誰も出てないんか。それでは。ワニの子にしましょうか。でですね、お疲れ様。今日もポケモンの睡眠リサーチがはかどったよ。明日もよろしくね。はい、で、イベントが、これですね。ホリデーイベント、若草本島に行かんとダメなんですね。リサーチフィールドを移動する。1週間のリサーチお疲れ様。このフィールドでのリサーチも少しずつ慣れてきたみたいだね。じゃあ名残惜しいけど、カビゴンとお別れして次のリサーチフィールドへ行こうか。1週間ありがとう。バイバイカビゴン。一週間、マスターに挑まりでした。日々の睡眠の時間帯が安定していました。次は睡眠時間を一定にして、
より良い睡眠リズムを作りましょう。はい。で、若草を選ぶ。もうこれが、クリスマスになってますね。ここに行く。若草本島に移動して1週間過ごします。よろしいですか？はい。新しいフィールドのサウンドデータをダウンロードします。よろしいですか？はい。新しいカミゴンと出会った1週間よろしくね。チーゴの実が好物なのが予告してあったんで、タマアザラシさん入れてました。あ、いたいた。結構 BGM 派手ですね。はあ。はい、それでは、また来週月曜日、コケスリ動画を撮ります。ではでは、お。10分近くやってんのか。一応全体見渡していきましょうか。ツリーやリースがありますね。カビゴンの、鎌倉があって、はい、ではでは。